新潟県立三条高等学校は新潟県三条市月岡地域に所在する県立高等学校である。愛称は参考。教育目標に自主自立精神の寛容と上層豊かな人間性と創造力の育成を掲げる。生徒に求める努力点としては基本的生活習慣の形成、学習意欲の向上と健康の増進。 集団意識の情勢と連帯感の育成、友達、家族、地域、そして学者を大切にする生徒を挙げている。校風は非常に自由である。制服については、標準服はあるものの事実上の私服工である。が、スマホと化粧は原則禁止。スマホは、カバンの中に電源オフにして入れていなければ、基本没収、授業中使用者や、 上習犯は保護者呼び出しあり。スカート丈は膝が全て出ない程度。服装は高校生らしい服装と定め、生徒自身に判断を委ねることで、社会進出後も自立した人間でいることを求めている。三学期制交差は一学期二回、二学期二回、三学期一回で年間計五回。積点は100点中40点未満。平均点は、 数学が40点前後になることがしばしばだが、他の中心強化は50点から60点、補助強化は70点前後で、マークシート式。授業態度や課題提出度も加味された通知表でも、赤点の場合、担当教諭の判断で、長期休暇中に補修で呼び出し、休暇明けに課題提出、休暇明けの昼休み、または放課後に合格するまで、 毎日小テストのいずれかを指定され、40点にギリギリ満たないくらいの評価に上げてもらえる。また、新旧直前時点での成績で積点が3つ以下なら、追試を行い、その結果により留年か新旧か判断、それより多い場合はその時点で留年確定とされているが、実際には先にあげた措置によって、追試すら行われない。が、出席日数が足りない場合のみ、 留年対象となる。授業内容選択は希望者が過小な際は開講されないことあり。剣道と機械体操は寒さからか不人気。なお、転入でによる担当教師の変更により変動することがあるため、更新を要し、またあくまで参考までに。体操服は、鉄産と制。毎年6月に開催される。生徒会が中心になって運営され、審判などは、 先生方によってなされる。軍は赤青黒の3軍に分かれる。スマホ使用公認のため、生徒たちのこの日の投稿目的はもっぱら、応援団の衣装や各軍で配布される。T シャツ、同様にこの日限定公認の化粧やリボン、ラメなどでの記念撮影会である。競技内容など、毎年7月、夏休み直前に2日間にわたり開催される。学年をまたぐ、クラス対抗。 トーナメント形式。競技は現在は基本的にバレーボールとドッジボールの選択。サッカーは昨今の気温上昇から配慮し中止され、今では行われていない。例外的に100人一種が行われた年もあった。生徒会が運営、審判など全面的に担当する。3年生が受験期を控えていることから判定は忖度がなされることも多く。 下級生から不満が紛失している。体育館仕様の都合上、休憩時間が大半を占める。そのため教師から、見回りによるスマホ仕様の大量摘発が起こるかもしれない。との脅しがあるが、実際にこの日の見回り及び摘発の事例は、近年ないため、スマホ仕様は事実上黙認されていると言える。また、他の行事同様に公認に変更となる可能性もある。 毎年9月に開催される。3年に一度は参考祭として大規模な文化祭。参考祭に該当しない年は9月祭として小規模な文化祭となる。スマホ仕様が公認された参考生の遊びと文化部の実力発揮の日である。衣装や化粧も公認。部室は運動部は部室胸に文化部は校内にある。中でも生徒会による文学部と 漫画研究部と囲碁将棋部の扱いはひどく、物質棟から追放された後、定時制で使われていた小教室を3部で分割使用している。現在は少子化の影響で廃部の傾向にあり、装部も困難であるため、サークルが少数存在する。ありがとうございます。